ディナ・パウエル・ディナ・ハビブ・パウエルはアメリカ合衆国の実業家、政治家。小シ主政権で国務次官法2007年からゴールドマン・サックス幹部。エジプト系アメリカ人でクリスチャンである。1973年にエジプトのカイロで生まれ4歳の時に両親と共にテキサスに移住した。テキサス大学で人文科学の学士号を得た。 最初のインターンシップは、テキサス州上院議員のケイ・ベイリー・ハッチソンの事務所であった。1999年から2001年まで、共和党全国委員会で議会担当部長及び委員長上級顧問。2001年から2003年まで、大統領特別補佐官及び次席部長。2003年からクレイ・ジョンソンの後を継いで、大統領補佐官。 2005年3月14日、ジョージ・ W ・ブル・ブッシュ大統領はパウエルを国務次官補に指名し、ホワイトハウス顧問であったカレン・ヒューズの下に配置、2005年6月24日に上院の承認を受けた。その後、コンドリーザ・ライス国務長官はパウエルを国務副次官に指定。2007年5月2日、パウエルは国務省を退き、ゴールドマン・サックスのグローバル・コーポレート、 エンゲージメント社長に就任。公認の国務次官補には2008年3月19日にゴリアメリが就任。2017年1月12日、次期アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプにより、大統領補佐官健上級顧問に指名され、1月20日に着任した。企業家精神と中小企業の成長、世界経済における女性の地位向上をめぐる、 新たな取り組みを支えると報道されている。2018年10月にニッキー・ヘリー国連大使が年内の辞任を表明した際にはトランプ自身により後継候補の一人とされた。ありがとうございます。